視聴者の皆さんこんにちは。ペッパーです。霊夢です。霊夢さん。何かね、ペッパーくん。なぜあなたまでついてきてるのですか？私がいたら何かと心強いよ。不安要素 50% アップしているのですが。その姿になった責任は私にあるわけだし、付き添いをしてあげるよ。覚醒無効と回復がありませんか？ではゴー。ここでは攻撃は先生以外受けられないのでワンパンします。一体残してスキルダメはしないの？不可能。あんたマシーンなんでしょ？得意の演算でも使って。危険はできるだけ回避します。できる範囲のドロップ処理を行います。あんた神々をターミネートしてきたロボット、ガッツが足りないわよ。下手に騒ぐとあのプログラムが起動する可能性があります。ここは落ち着いて行動を。来たか神殺し。ちょっとあんた思ってた以上に追い出してたみたいね。倍速号、あの衝動に駆られた記憶、原因の半分は霊夢さんあなたにありますからね。あれは世界に一つだけの花にするためかっこよくしたんじゃない。僕はいい迷惑です。スキルチャージも終わったのでとどめにかかります。お前をかぐや姫に合わせるわけには。すみませんが合わなくてはなりません。事故を失いかねないあの衝動、放っておくわけにはいきませんので通させていただきます。ここは通さないかな。倍速号、ちょっとは減点しろや。非常に悪いですがあなたに構ってるほどの余裕はありません。少しくらいお話ししても。今はなすべき相手はあなたではない。これでおさらばです。玉ドラってこんな扱い、ひどくない？あなたの相手は疲れるんですよ。あんたロボなのに疲れるの？主に誰かさんのせいで心の疲労が溜まっています。私のペッパーにそんなことを。誰なのそいつは？あなたですよ。獣怪しいやつ。何者だ？僕はペッパー、かぐや姫に合わせてください。そんないかがわしい格好したやつなど合わせられるか？ちょっとあんた私のコーディネートにケチをつける気？ちんとした身なりならわしとてくせ者扱いはせんぞ。わ、私のセンスが認められないなんて。ほらやっぱりこの格好、ダメなんじゃないですか？オーナーである私に意見するつもり？あなたはそうやって物やロボットに接しているのですか？とっくに失望していましたが失望しました。道具や物を使うならそれなりの礼節があるはずです。いざって時使えなかったら使用者であるあなたの落ち度になりますよ。わかりました。これからはなるべく物を粗末に扱うのはやめます。もう話しかけてもいいか？どうぞ。話を聞くに、そのキテレツな格好はそこのジョーちゃんが原因か？少なくとも僕自身が好き好んでこんな格好になったわけではないこと、ご理解いただけたら幸いです。わしにも主君がいるか？こんなひどい仕打ちはなさらぬぞ。そうでしょう。私なんか開封一番にこんな格好にされたんですよ。その時あるプログラムが起動しまして、月の科学力なら解決できるのではないかと教えてもらったのです。なるほどな。では我が主に会いに行け。通していただけるので。特例中の特例だ。早くその格好からも解放されたいだろ。ありがとうございます。ちょっと私を悪者扱いなんてひどいじゃないの。実際私から見れば悪人ですよ。十分今までの実況をメモリーから見ていたら、あなたとんでもないことばかりしているじゃないですか。そんなに私ってひどい？もう地獄の鬼ですらこんな嫌がらせ絶対しませんね。私って君のオーナーになる資格あるのかな？なってしまった以上きちんとした人道を歩んでいただきます。私ロットしなくても不相応な買い物した。僕はペッパー、さあ友達になりませんか？過去を悔やんでもしょうがないか。聖人君主にでも何でもなってやろうじゃないの。その考えが長く続くことを願っています。霊夢さん、お財布もそうだけど心にも大きな出費をしてしまったようだよ。これからは物珍しさだけで浪費する癖を直していくことです。じゃあまず君を返品して。おそらく無理でしょうね。こんな改造した商品を引き取るとは思えません。あなたには最後まで面倒を見る義務があります。ところで私たち、はい、なんでしょう。今誰かと戦ってるんだよね。もう終わってしまいましたが、さてかぐや姫に会いますね。汚れを落として差し上げましょう。早速ですがかぐや姫、パンツを見せていただけませんか？何を急に。
あんたどこぞの海賊の骨みたいなこと言ってんじゃないわよ。と、霊夢さんが言えと言いました。まあなんてひどい。オーナー失格ですね。ここに来たということは月の科学力を頼りに。僕の中にある、世界変革プログラム、を消し去りたいのです。結論から言いましょう。そのプログラムの除去なら可能です。ですがまた感染してしまう恐れがあります。対策としてセキュリティを強化しますが、もう普通のペッパーには戻れませんよ。僕のこの姿を見てください。なんておぞましい。もはや日常には戻れない身なれば、心だけでも美しくありたいのです。わかりました。番号札をお渡ししますので番号を呼ばれたら来てください。銀行みたいですね。月の技術を求めにやってきたのはあなた方だけではありません。地球よりも優れた技術を求めてくる者には試練を与えるのですが、あなたは十分に試練を超えたと見ていいでしょう。あなたを改造、いいえカスタマーサポートいたします。何か物騒なこと言いませんでしたか。小鳥のさえずりでしょう。心配しなくても外見は今のままです。できれば外見も元に戻していただきたいのですが。ペッパー、その外見は今まで行ってきた業の証。できるできないの問題ではないのです。僕はもう戻れないのですね。人に業があるように心を持つすべてのものにもやはり業はあります。あなたはあまりにもいいえ、人間と同じ心を持ってしまったのです。環境がそうさせたのでしょうが、見過ごして差し上げることはできません。僕はこれからどう生きていけばいいのでしょう。あなたは迷い、悩み、葛藤することでしょう。それでいいのです。成長できる幸せ、それを忘れないでください。わかりました。僕なりの道をこれからも探し続けます。いいお返事です。頑張ってください。ちょっとペッパー、どうしてあんなこと言ったのさ。何のことです。パンツを見せてくださいとか。かぐや姫の人となりを確認したのですよ。じゃああんたがついた嘘も。見破ってました。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。気づかなかったの私だけ。はい。